やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。スタミジャパンでございます。いやー。なんだろうな。まず、今日の雑談の内容で言うと、君たちとやっぱりその言い合いがしたいとか、対立がしたいとか、そういう趣旨は全くないっていうことだけ覚えておいてほしい。討論ですらないかな。俺があなた方に教えていただくっていう話ですね。2日前、3日前ぐらいに、まあ恥ずかしながらね、初めてちいかわを見たんですよ。アニメで。1話、7分ぐらいかな？そんなあるから多分7分ぐらいなんだけど。あのね、で、結局、アニメ1個目の1話とかで批評するのはどうなのかと思い、10話ぐらいまで見たんだよ。ね。何がおもろいの？まず、何が何がおもろいのって言うとトゲがあんだよな。いや、でもそう聞くしかなくて、まず前提としてね、世の中であれが流行ってるじゃん。で、その世の中の流行ってるものに俺が乗れてないっていう時点で俺はもう過当な人民なんだよね。まあそれを前提に聞いてほしいんだけど、俺の感覚で言うと、やっぱ何がおもろいってなっちゃうの。情報発信する側だから俺は。何がおもろいと思われてんのかなっていうのに、やっぱり考えちゃうんだよね。で、俺的な結論を言っていい？ちいかわって、ちいかわだけ見てる人いないでしょ。そうでしょ。BGM でしょ。YouTube とか TikTok を見ながら、BGM で、これ本当にバカにしてるわけではないの。この、荒れた世界の中に人間として放り出されて、お仕事とか苦しい中で帰ってきて、体力も精神力も疲弊した中で、内容のある何かを見たいと思わなくて、で、その時にやっぱり、ちいかわが見たいっていうより、見てるの？ちいかわ見てる？ちいかわと一緒に洗い物だったりさ、ちいかわと一緒に TikTok とかさ、見てない？ちげえのか、もうむずいあれは！本当に1ミリも分かってない。そっか。漫画でしょ？漫画がおすすめでしょ？漫画も見てみようと思うんだけど、アニメだけの感想を言うと、いやー、トゲがある！違う！俺はお前らと喧嘩をしたいわけじゃないよ！絶対に！でも、これが流行ってしまってる日本日本会長いや、俺と腹割ったのさ、君たちがなんか暴徒化してるよ。ちいかわ信者たち、どもが、たちが。まあ、そうだね。そうだね。確かに、見方が違うから、ちょっと待って、心を作ってくれみよ。ちいかわって何？君たちの中のちいかわ教えて。何を求めて見てるの？世界観なんだ。で、漫画を見ればいいんだ。アニメは別におもろくない。漫画はちゃんとおもろいの。いや、ちょっと、討論というか、君たちとのお話し合いはちょっと延期させてくれ。アニメ10話しか、10話ってか、アニメ10個分しか見てないから、俺は。ちょっと漫画を見てきて、もう一回話そう。すごい流行ってるよね。でもよかった。アニメはつまんねえんだ。ちゃんと。俺ね、君たちのこと心配しちゃった。これおもろいって言ってんの？って、本当に思っちゃって。これは。これなんか面白いだから、そこの俺のマインドというか、見方を間違えてると思って、おもろいと思って見てないよね。生物としての可愛さを見に行ってんだよね。で、今は理解できた、それは。で、生物的に可愛かったのがアニメで、漫画になるとその生物たちがえぐいことをするみたいな、まどめきとか、メイドインアビスとか、なんかそういう方向性の話になるでしょ？じゃあ漫画を見るよ。1巻2巻はつまらないけど耐えて。はぁ？漫画？ 1 巻2巻、まあ、つまらない漫画よく流行ったね。すごいな。1巻2巻つまんない漫画流行るのってマジで壁できるだろうけど、その壁を乗り越えたんだろ、ちいかわは。それほどなのか、ちいかわとは。そうか。いや、その現代に流行ったってのがでかいんだよね。俺が下着が好きなのは別に下着が好きな時ってそういうジャンルしかないもん。後から面白さがついてくるみたいなコンテンツばっかだからさ。今ってそういうコンテンツほぼないもん。最初が面白くないと受け入れらんないんだよね。なるほどね。だから今、ゆるキャラ的なとこなんだな。ぐでたまみたいなもんなのか。お茶犬だね。いや、でもびっくりしちゃったな。いや、でも、やっぱ配信をしててよかった、こういう時に。君たちに聞けたから。聞かなかったら、多分この後漫画読まなかったもん。俺の中の、ちいかわの評価が地に落ちて。よかったよ、人に聞けて。いや、なんか、釈迦さんの切り抜きが流れてきたんだよ。ちいかわツボだみたいな。ほう、と思って。で、全く否定する気はなかったんだけど、ちょっと危ないなと思って。いや、なんか、マジで、誇張なしね。動機が激しくなるの。ちいかわ見てると。世の中に取り残されてる焦りというか、これが世の中で流行ってって、俺面白さわかんないんだったら取り残されてるやんっていう。焦りで、動機がすごくて。どこが面白いのか俺の脳みそにインプットしないといけないっつって、焦るんだよね。理解した。ちいかわの情報をたくさん仕入れて、義務ちいかわ推しするわ。で、女性から支持得るから待っといて。いや、マジでキャラクターで、なんか、この子が可愛いっていうのオルメルくんしかいねえからな。でも、俺が今のところちいかわの中で、好きだなってキャラクターはウサギだよ。ウサギがダントツでかわいい。あれが動物でしょ。なんか動物って、まあ動物っていうかなんか、素直だよね。自分のやりたいことを全部やるじゃんね、彼は。彼なのか彼女なのか知らねえけど。草飯検定編から読んでみてもしてない中任試験編みたいな。何それ？まあちょっと、今日俺の中の評価を下すのは若干早いみたいなんで少々お待ちを。これでね、俺の中のちいかわを決めてしまうのはちょっともったいないんで、一旦ちょっと持ち帰って、漫画を読んでから君たちにお話します。はい。デトロイト？なんかデトロイトによって、俺、人格批判されてる。DM とかで。そんな、知らないよ。かわいそうだよ、俺。普通に。やめてよ。ハンクがいい人とかさ、カーラがどうとかさ、君たちはその正解のルートを知ってるから、その人格を知ってるだろうけどさ、俺は知らないのよ。実はその人いい人だったなんてさ、そんなこと言い出したらきりないよね、物語に。君という人生の物語でさ、本当はいい人だよ、もう君が変な風に見ちゃってる人だって無限にいるよね。お前がバイト先の店長さんなんて他の家族に向けてはいい人だよ。で、お前にとっては厳しい人だろ？そういうものばっかじゃねえかよ。なんかもうその人が実はとか意味ない話すんな！カス！なに実はいい人って。すごい、ハンクがいい人なんだってね。なんかいい物語でツンデレレみたいな話聞いたけど、知らんって、最初からあんなアンドロイド嫌い嫌い言ってきた。そういうちょっとね。まあでも、結構なんか熱の入ってる視聴者が多いなってのは感じた、デトロイトは。君たち好きなんだね。ああいう分岐系のゲームで一番人気なのかな？